ただいまの時刻16時24分ですね。ちょっと遅めですけど、乾杯をしたいと思います。一番搾りの取れたてホップ、では乾杯。これはいつも飲んでるのよりもなんかすごく好みですね、これ。あ、うまい。これいいですね。なんか香りもいいですね。ですね、先にお伝えしておきましょうかね。現在の外気温がですね、8.1 度ですね。10度切ってますけども、今日はですね、風がありませんでして、フリースなんかを着てると、まあ全然問題ない気温ですね。それで今回の就寝具はですね、先日行った棒がつる探検隊第5回の時と同じものを持ってきてます。ダウンハーガーのシャープ3とソルのエスケープ BB ですね。この組み合わせでまあリベンジじゃないですけど、今日はあったかいんでですね、まあ、全然いけるだろうということで、まあですね、これが、まあ、さっき設営するときに私レインウェアを着てましてですね、設営が終わった後にエスケープ BB がこう封筒の形になってるんで、まあ、その中にこうシュラフをこう入れてたんですね。なかなか足元の方に行かないんで、そのまま自分で入っちゃったんですよ。なんとですね、レインウェアを着たまま、シュラフに入るというですね、致命的なミスを犯してしまいまして、ちょっとシュラフがプシャってなってですね、いや参ったなっていう。まあまあそんなに土砂降りの雨じゃなかったんで良かったですけどね。はい。なんでしょう、初めてですけどね、そんなこと今までなかったですけどね。ちょっと久しぶりのソロキャンプということで若干調子がおかしいのかもしれません。で、今回はですね、缶ソロなんですよ。まあ今日管理人さんに聞いたら、あ、今日は他の人いませんよって言われましたね。ここはですね、受付がこのキャンプ場から少し離れたところにですね、ユートピアっていう温泉施設があるんですよ。そこで受付をするというですね、ここですかね、このユートピアさんですね。まあ翌朝入れたら入ろうかなと思います。 10時半からになってますね。さて、おしゃべりはそれぐらいにしてですね、何か食べましょう。すごいお腹空きましたもんね。お刺身の盛り合わせを買ってますので、これいただきましょうかね。いいですね、お刺身。さあ今度はブリですね。いただきます。ああ脂が乗ってる。あ、うまい。実はですね、2020年初ソロキャンプなんですよね今日、この2月の29日ですね。もう明日から3月ですからね。去年の12月中旬ぐらいですかね、それ以来のソロキャンプですけど、まあ、ね、ここに来るまでの間いろんなことが世の中でも起きましたね。今結構大変な状況ですし、これから先もどうなるのかちょっと見当がつかないような感じになってきてますね。あ、そっか、年のですね、一番最初のキャンプってここのとこずっと雨が続いてるんですよね。これで4年連続になりますかねただですね、今日はどうしてもキャンプしたかったんですよね。
なぜなら、今日は2月の29日、4年に一度しかない日になります。4年後にですね、あ、4年前はソロキャンプやってたなってこうすぐ思い出せるようにというかですね。今日土曜日なんですよ。で、私が今の仕事だと、まあ毎週じゃないですけど、基本的には土曜日、日曜日が休みなんですよね。で、ちょっと調べてみたんですよ。2月の29日に関して。これよりも前に2月の29日が土曜日だったのはいつだったのかという、28年前、1992年2月の29日が土曜日だったみたいですね。その頃私は高校3年生でした。28年周期で土曜日になるみたいなんですよ。なので次2月の29日が土曜日なのは2048年。その頃は私がいくつですかね、70を超えてますよね。ただですね、その例えば4年後とかに私がその時もその土曜日日曜日が休みの仕事についてるかっていうのは分かりませんし、有給を取って平日でも行けなくはないんで、ラストチャンスってわけじゃないんですけどね。いずれにしても4年に1回しか巡ってこない日なんで、良かったかなと思います。今日来てですね、雨は降ってますけど、この雨もですね、もう本当いい感じの雨、こうしとしとと降るような感じで、今日は寒空ですしね、ちょうどいい時に来たかなって思いますね。取れたてホップ飲み終わりました。さてお昼寝がしたいですね、このまま寝て、真っ暗になってから起きるみたいな。はい、トンビの方にも火が入りまして、お昼寝から目覚めた後ですね、もう辺り真っ暗になってまして、ここすごいですね、電気一切ないですね。トイレはですね、人感センサーがあって電気がパッてつくんですけども、もう周りですね、この川の対岸も含めて全部そうなんですけど、もう完全な漆黒の闇ですね。いやー久しぶりですね、こういうところは。あ、このキャンプ場もなかなかワイルドな感じですね。で、今日は寒空ですから、私以外誰もいませんし、もうここだけですね、明るいのは。すごいですね。はい。現在の外気温がですね、6.6 度ですね。まあ少し下がってますけど、何もしてなければ少し手がかじかんでるかなぐらいですかね。今火も入りましたし、だいぶ暖かく感じますけど、ダウンハガーシャープ3とエスケープ BB の組み合わせ、今日はもうめちゃくちゃ快適ですね。今夜は安心して眠れそうですね。はい。
続いてのお酒、こちら行ってみたいと思いますね。レモンドー、これレモンサワーですかね。よいしょ、はい、いただきます。あ、うん、これ結構美味しいですよね。爽やかな感じがしていいですね。ちょっとおつまみ、チキンのスパイシー炙り焼きっていうのがあったんで、ちょっとこれいただきたいと思うんですけど、どうしましょうかね。ちょっと炙った方がいいですかね。焚き火の炎で炙るのは、なんかあまり気が進まないというか炭火とかだったらいいんですけど、もうこのままいただきましょうかね。ちょっとお皿に移してですね、まあ、レモンサワー飲んでますけど、このチキンにレモンをかけて食べようと思います。いや、こういうものがあるって知らなくてですねこれ初めて、100均で見つけたんですけど、これレモンがそのままスプレーになるっていうなかなか面白いなと思ってですね、早速いただいてみます。うん、うん、うまい。もう鶏肉にレモン合いますよね。うん、美味しい、うん、ただこれ夏場とかどうなんでしょうね。こうやって置いてると虫が来たりとかしそうな気がしなくもないんですけどね。ただめちゃくちゃ酸っぱいレモンの果汁を欲しがる虫なんているんですかね。さすがに虫も寄ってこないんですかね。どうなんでしょうかね。外気温が6度ですけど、汗だくになっちゃいました。よいしょ。何がやりたかったのかというとですね、焙煎したらパラパラチャーハンにならないかなと思ってやってみたんですけど、思った以上に熱が通らないもんですね。いただきます。すごくスモーキーな味がしますね。まあ、普通にフライパンを置いてやればですね、多分5分ぐらいでできるんですよね。まあ、とりあえずやってみるということですね。やってダメだったら二度とやらなければいいだけです。
まあ、あんなことをやってる間に時刻は21時を過ぎましてですね、まあ、ちょっと仕切り直しということで、オリーブオイルサーディン、オリーブオイルだけを使ってるみたいなんで、このまま焚き火にかけて、でニンニクと鷹の爪ですね、それとマッシュルームを入れてアヒージョにしてみようかなと思います。まあその前にですね、こちら焼酎行きたいと思います。イーチコですね、下町のナポレオンですね。さあこれをお湯割りでいただきましょうかね。あ、これ全部剥がれるんだ。あ、よいしょ。これじゃイーチコかどうかわかんないですけど、いやそれにしてもここはすごいですね。本当さっきもトイレに行ってきましたけど、真っ暗ですし川の音以外に何の音もしないですね。車のエンジン音とかも全然聞こえないですし、まあ、今日は曇ってるんで星は見えないんですけど、多分天気が良ければ星も綺麗に見えるんですよね。ここはあ、それとですね、携帯はですね、ソフトバンクも au もどちらもほぼ圏外ですね。あのギリギリ電波が入るんですけど、通信をするにはちょっと厳しいような状況ですね。おそらく通話も難しいんじゃないかなと思うんですけど、このキャンプ場から出て少し行けばその電波が届くところはあるみたいなんですけどね、ここはかなり厳しいみたいですね。あ、それにしても今年すごい暖冬ですね。去年も暖冬とかっていうのをニュースで言ってたりするんですけど、まあ、寒い時は寒いっていう感じだったですけどね、今年はなんていうんですかね、本当に実感として暖冬ですよね。1月に防月る探検隊で行った時はですね、防月るホッケインはちょっと別世界なんで寒かったですけど、住んでる地域はですね、もう寒い日もあったといえばあったんですけど、なんていうんですかね、そんなに長続きしないんで、今年の冬は記録的な暖冬なんじゃないですかね。あ、いただきます。いいですね、やっぱり。ああ、そうそう、くまモンですね。これです。100均で見つけたんですけど、イーゼルってありますよね、絵を乗っけたりする台ですよね。こういう溝があって割とすっぽり入るんですよ。置き場所にちょっといつも困ってたんで、ああいった形で専用台用意しました。置き場所に困るっていうのはね、間違ってるんですけどね、大体そういう使い方ではないんですけどね、本来。よし、じゃあちょっとやってみましょうか、アヒージョで。
ょっとマッシュルームからいただきましょうか。うん、今度はイワシをいってみましょう。うんうん、あ、美味しい、あ、美味しい美味しい。うん、鷹の爪とニンニク結構効いてますね。ニンニクはちょっと多すぎたかな。うん、いやでも美味しい。あ、いいんじゃないですかね。うん、おはようございます。朝を迎えました。いい朝ですね。雨も止んでおります。現在の外気温が 6.1 度、最低気温はですね 5.8 度です。うん、幕内も 6.8 度ぐらいで、あの例のですねダウンハガーシャープ3とエスケープビビーの組み合わせで大丈夫でしたね。今回はあのギリギリとかじゃなくて、しっかり大丈夫でした。まあ、カイロも使ってませんしね。うん、さあコーヒーを入れましょうかね。結局昨日の夜はビール1本、レモンサワー1本で、焼酎もこれ全部減ってないですもんね。3分の2ぐらい、あんまり飲まなかったですね。あ、でもすごい心地いい時間は過ごせました。うん、今もすごく気持ちいいですし、ちょっと朝起きてすぐがですね、活動を活発化させるためにですねアウトドアヒーターをつけて目を覚ましてましたけどね。なかなかあの寒いまんまだとですね、こうありますよね、布団からなかなか出られない、あったかければ割とこうスッと起きれるという、そういう、まあそういうことですね。はい、もう開けました。コーヒーが入りましたのでいただきます。うん、自然を見ながら飲むコーヒーはいいですね。やっぱりちょっとご無沙汰だったもんですからね。 いいですね。なんかちょっと若干肩が痛いんですけどね。ああ、昨日こう振りすぎたからですかね。今朝の朝食はこちらです。肉まん。
お、いい感じですね。はい、いただきます。うん、ちゃんと蒸し上がってます。うん、もう一個いっちゃいましょうか。